風に乗って時には10キロ以上先から飛んでくるという花粉。実はここ STB でも花粉を観測しています。こちらです。札幌市中央区にある STB の敷地内でも4月から徐々に花粉が計測され始めています。2人の専門家によると今年は例年と比べより注意が必要だといいます。まずは同立衛生研究所で花粉の飛散量などを研究する平島幸喜さんです。去年は割と暖かい日が続きましたので、その白樺花粉を飛ばす花芽が多くついているような印象を受けています。平島さんによると白樺花粉は今年札幌で今月23日、旭川で28日など4月下旬頃から飛散すると予測されていて、その量は例年の 1.5 倍から2倍ほど多い予想だといいます。天気が良くて特に気温がこうぐっと上がったような日にはこう一気に花粉が飛ぶようなことも考えられますので、日々のその天気予報に注意を向けていただけたらと思います。アレルギー専門医である白崎秀明院長は今年は花粉症患者が多くなると予想します。1週間ぐらい前から今年は白樺の花粉飛散が僕のデータ予測によりますと 2,3 倍多くなるはずなので、今まで軽症な人も結構症状が出る可能性が大きいと、今年初めて花粉症を発症する患者さんも多く出ると予測しています。白崎医師によると花粉が大量に鼻の粘膜に付着することでアレルギー反応が起こりやすくなるため、これまで花粉症を発症していなかった人も注意が必要だということです。よいしょ。白崎院長はおよそ30年前から独自に花粉の観測をしています。今年は1996年以降過去3番目の花粉の飛散量となると予測していて、早めの予防が大切だといいます。花粉が本格的に飛ぶ1週間ぐらい前から薬を飲めばほとんど症状なしでそのシーズン過ごすことが期待できます。コロナ禍だと換気が非常に推奨されますけど、日中換気しますと花粉も部屋に入ってくるというそういうリスクがありますので、換気する場合は花粉が飛ばない夜間に行うのが、いいかなというふうには思ってます。札幌市のドラッグストアです。こちらでございます。こちらの店舗ではすでに花粉症対策グッズの特設コーナーができていました。商品棚には内服薬や目薬などが並ぶ中、特に売れているのが鼻や喉の洗浄液です。花粉症の症状を和らげたい人に人気です。暖かくなるのがやはり例年よりちょっと早く暖かい日も多いですので、ピークとしてはまだこれから先だと思うんですけれども、徐々に商品が売れている状況でございます。花粉症に悩む人たちにとって辛いこの季節、本格的に花粉が飛び始める前に予防することがやり過ごす鍵だということです。